さあ、ジップ FM のスタジオから生放送です。ジップ FM ラディオビット、ここでゲストの登場です。自己紹介お願いします。おはようございます。ドリームズカムトゥーの中村雅人です。イエーイ。おはようございます。どうもどうも。せーの、ファジーコントロールのギターと歌をやっているジョンと、ドラムやっているさとこと、ベースのジョーです。イエーイ。おはようございます。なんかそういうことすごい練習してたみたいですね。練習しました。毎日練習します。毎日練習します。Every day。 すいません、英語わからないから誰か通訳して。ごめんなさい。 Dreams Come True は現在全国裏取りワンダランド2013を開催中ですね。昨日と今日の2日間日本海周辺でライブです。Yeah. It's amazing でしょ。クリスがちゃんと日本語の台本読めるようになってるんだから、はい、そうなんです。しかも漢字で漢字ですごい。まあそんな感じですね。そんな感じ、はい、そんな感じです。さあ、昨年ですね、4年に一度のグレーティストヒッツライブ史上最強の移動遊園地ドリームズカムトゥルーワンダーランド2011が開催されましたが、今年はファンの間ではマニアックな人気の高さを誇る通称裏ワンを開催、はい、ライブの内容はまさにドリカムワンダーランドの裏バージョンで、ファンにはたまらない裏ベストライブとなります。私も前回2日間また 2days ありまして、はい、させていただきましたが、うん、なんか冬という季節が本当こう愛しくてたまらなくなるライブでした。そう、ありがとうございます。もう毎月来てます、はい、ちょうど先月もこの十何日近辺でしたんでね、うん、はい、毎月名古屋に来てますけれども。昨日はいかがでしたか。昨日もすごかったですよ。まあ週末ということもありますけどね、ものすごい盛り上がりました。はい、名古屋ベイビーズありがとうございます。名古屋ベイビーズ、はい、今日もね、ジッピーからもたくさんメッセージもね、来ていたんですけれども、うん、本日ね、日本海市ホールでライブありますので、行かれる皆さんはぜひ、はい、名古屋今年ラストですからね、ファイナルですから、ファイナルですから、はい、11月の 2days のライブと今日の影慣れは私なんですよ、うん、ありがとうございます。いつもお世話になっております。今日もこの声が、今日もこの声が会場に響き渡って、エヴバリーソーハッピーですね。ファイナル軍団という感じ。はい、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。さあ、ドリームズカムトゥルーといえばですね、はい、新曲愛して笑って嬉しくて涙してが現在配信中。こちらの楽曲の制作エピソードを聞かせていただけますか。つないひちゃったという映画があるんですけども、うんうん、井上真央ちゃんが主演なんですけども、真央ちゃんからリクエストいただきまして、でドリカムやってよということで、ね、それで、どんな曲にしようかなということで、どんな曲がいいですかって言ったら、大阪ラバーみたいな曲がいいって言われたんで、大分の話なんですけども、ちょっと大阪ラバーを大分ラバーに変えちゃおうかなと思ったぐらいだったんですけど、やっぱりオリジナルがいいということで、そうなったわけですね。そこでまたここくるっとひっくり返って、脚本を見て、すいません、笑い飛びました。笑うとこ分かんない。ドタッて来るところでしたね。大分ラバー、大分ラバーでも面白いと思います。すごい面白い。大分ラバー、そんな感じですね。はいはい、ありがとうございます。それができたのがこの曲です。そうです。それがそれでからのっていう、からのからの、でもずいぶん違う感じになったんですね。ちょっとほっといてよ。確かにね、そっからね、触れてほしくなかったわけよ俺は。なんか大阪ラバーみたいな曲だろあれ。なんかそういう言われてみればどうことなく、まあね、アーティストがですね、アーティストが売れた2つでございます。まあね、なんかこう内容はね、まあ女の子をちょっとこう可愛い小悪魔的な感じで、まあ朝帰りしたらまあ閉めるけどなんて、朝帰りしたら閉めるんですよ。あ、そんなことあるんですか。穏やかじゃないな、穏やかじゃないな。おみやちゃんは可愛い詩を書くよね。やっぱり。やるとこだもん。いやまだね。いやもう毎日毎日。頭が上がりません。そりゃそうですよ。お疲れ様です。ラブラブで売れました。お疲れ様でした。愛して笑って嬉しくて涙しては現在配信中ですので、はい、ぜひチェックしてください、はい、さあ、そしてファジーコントロールの皆さん、はい、フーザビッチ、そしてスペシャルゲストにパフォーマンスチーム SAKS を迎えて全国でライブを行っています、はい、先月名古屋公演ありまして、こちらはどんなコンセプトのツアーなんですか。ですね、今回はそのファジーコントロールは、まあ、ジャンルで言うと、まあ、そのロックで、フーザビッチはパンクなんですね、uh-huh. で、SAKS はこれダンサーなんですけどヒップホップ、uh-huh. で今回ちょっとロックとパンクとヒップホップを融合させて、でちょっと全部混ぜて、はい、そうそう、それでちょっとなんか見たことないこうステージをちょっと作っていこうっていうのちょっとコンセプトがありまして、混ぜるとどうなるんだっけ。ラップアップもう一回ラップアップラップアップロックとパンクとヒップホップ、ラップアップいいじゃないですか。いいですよね。新しいジャンルができちゃうんじゃないかっていう。すごい。どうもありがとうございます。今帰ってくるとこだったよね。また笑いが来ました。来ました。大丈夫。それで
本当にあのみんながね、あの初めてそのライブとかあの行ったことないとか、あのお客さんにも向けてそうすごくイージーなことにするために、あのすごい立ち見でこう盛り上がれるステージ、あのコーナーがあって、はい、あとはちょっとスタンディングコーナーがあって、あとは座る場所、はい、シーティングエリアってシーティングエリアってんですか、そういうのがあって、あの座ってもちゃんと落ち着いて見れるし、エキサイトしたい人はそこで真ん中の方でエキサイトエリアで暴れられるし、そう客席がエリア分けされてるってことなんです、ね、だから暴れたい人はもうエキサイティングエリアで暴れてもらってみたいな、だからすごい見やすそうです。あ、見やすそう、見やすそう、だからやっぱりあのドリカムさんと一緒にやらせてもらうようになって、そのドリカムさんのお客さんが来ていただけるようになりまして、うん、そういう人たちも安心して、そのライブハウス初めてだっていう人も安心して見てられるような、なんかやっぱ行ったことないと怖いですもんね、うん、そうなんですよね、絶対席があって、うん、その自分の場所があるっていうふうに限らないと怖くていけないかなと思って、うん、そういうのマスターが、うん、ね、いいんじゃないの、いいんじゃないの、我らがビッグダディが提案を、我らがビッグダディの提案で、ね、おお。すみません、ドリカムの情報よりもしっかり伝わってると思うんですけど、いや、いいじゃないですか、だから気軽に本当に来てほしい、本当にそうですね、なんか安心してね、こう足運べますよね、そう、うん、あの名古屋公演もねあったんですけれどもね、はい、あの今度はあの2月に浜松でライブがあります、はい、2月10日日曜日夕方5時から会場は浜松の窓枠、ぜひ GP の皆さん足を運んでください、はい、お願いします。そしてこの後11時45分から洋楽邦楽アーティストをそれぞれ一組ピックアップして、 GP の投票による人気楽曲トップ5を発表するリクエストミュージックチャートというコーナーがあるんですけれども、今週はザ・ビートルズ、そしてドリームズカムトゥルーをピックアップしています。ジョンさんはビートルズファンですよね。私はもうザ・ビートルズはもう本当にもうもう大好きで、もう言葉になりませんよ。よだれするよ。もうよだれも、はい、もうよだれよだれブラーでございます。わかりました。はい、今日はそのビートルズとドリームズカムトゥルーをピックアップしますから。ナイスです。最高です。ビートルズに関しては思い入れのある曲っていうのは？あ、僕は All You Need Is Love。おお、はい、いいチョイス。はい、あのレイトのあのゆっくりな感じが最高だよね。そうですね、はい、そうですね。起きてますか、まどさん。いや、もう安心してるんですよ、安心してもおかずですよ。さとこさんはあれ好きだな、ルシーンザスカーブジャーナイスだね、いいね。僕はオブラディオブラダが好きですね。オブラダオブラダ4小節ないでお願いします。俺は、はい、でもなんやかんやいろいろすごく好きなんだけど、オーダーリング好き、あれが大好きだな、あれが大好きだな、オーダーリング、なんかジョン・レノンとかポールとかすごくでも一人一人存在感あるしね、本当にもう素晴らしい、なんか伝説が本当に生まれてきて、僕も本当にもう勉強と、もうなんか本当に神という存在でいいのか悪いのかすごく悩んだんですけど、なんかね、もっといい曲作れるとかあがこうとするわけですよ、ミュージシャンは、はい、なんだけどやっぱり神でよかった、なんかそう戦うものじゃないっていうか、あ、神でいいんだっていう、もうなんかぜひ今日のリクエストミュージックチャート聞いてください。もうあの日本の神様ドリームズカムトゥーと外国の神様ビートルズが一緒に出るから、神と神との戦いでございます。神神です、すいません、山々でワンヒット、ワンヒット、いただきました。大丈夫かな？神神だ、落ち着いたかな？神神ビートルズネット落ち着いた。落ち着いたかな？今からでも間に合いますので、リクエストミュージックチャートの投票リクエストもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、そろそろあっという間のお時間となってしまいました、はい、この時間はゲストにドリームズカムトゥルー中村雅人さん、そしてファジーコントロールの皆さん、佐藤さん、ジョーさん、ジョーさん、はい、来ていただきました、本当にありがとうございました。では、中村雅人さん、はい、一曲お送りしましょうか、はいはい、中村もいました今日は。ドリームズカムトゥルーで愛して笑って嬉しくて涙して、はい、イエー